はい、おはようございます。国会読中の人です。今日はまた、ハイキング編ということで、これから、ちょっとルーメイト今ちょっと後ろの方にいるんですけど、あのミュンヘンからだいたい電車で1時間くらいの、湖に行って、あ、来た ハイキングなのか、観光をしに行きたいと、思います。はい、 Great. I love myself jaywalking on the camera again。 はい、ちょっと帰国気味なので、ちょっと駅までこれから走っていかないといけないので、ちょっと急ぎます。Morgan. First guy to arriveGot to sit down. はい、ということで、金泉に着きました。こんな感じで、ちょっとした汽車に乗って、フェリー乗り場まで、運んでもらいます。はい、でその後はキムゼ、キムコにあるちょっとした、島に渡って、その男島と女島があるので、両方に行って、でその後は湖の周りを散策していきたいと思います。はい、めっちゃ楽しみ、特にフェリーののちょっと楽しみです。はい、結構ゆっくりなんですよね歩いても全然なんか同じくらいの時間に着いたんじゃないかってくらい結構ゆっくりしてますHmm? Is Northern Lights affected by temper? I think the way the air is moving, the way you're just doing your online course. This ship has to turn. We're supposed to get tickets to the bus and train. はい、さっきもちょっと博物館に入ってきて、でここキームゼ、キーム湖の、ヘレン・エンゼル、男島では終戦後にドイツの憲法が作られたところなんですね。だからその歴史的な経緯みたいなのをちょっと博物館に入ってるんで勉強してきました。でも国会どこを作ってる中の人としてはちょっと興味の対象だっていうところもあって、結構面白かったです。その終戦直後のドイツ人の戦時下の、トラウマとか、あと敗戦後のまあ一応占領軍が来て、で彼らに対するあんまり良くない感情だったりとかっていうのが、いろんなそういうトラウマみたいなのがあった上で、どうにかその新しいドイツが国として出発できるように憲法が作られたのがここのキームコのヘガネンズなんですよね。だからすごくドイツの歴史をすごく重要な、場所です。はい、だから本当に面白かった。でこれからちょっとこの男島ヘガネンズにあるお城があるので、そこもちょっと見に行って、でその後
カオネンズ、あの同じ島の方にも行って、でまたフェリーであのキーム湖近くの町に帰るという感じです。はい、ちょっと歩いてあの部屋が人数になるお城に着きました。でこのお城はあのルートヴィヒ2世があのベルサイユ宮殿を模して作ったお城と言われていて、まあこんな感じで噴水もすごく綺麗で、でまあこんな感じでみんなしょけてる。めっちゃ綺麗。はい、まあ、ルートヴィヒ2世はあのルイ14世の大ファンだったらしくって、本当にほとんど全部パクってましたね、中で。そう、ベルサイユ宮殿をもうほとんどそのままパクって、もうなんかもうすごい綺麗だったけど、なんかもうちょっとなんか自分のアイデンティティとかなかったのかなって思ったりします。うん、で、まあ、話によるとあのまあ、このお城は未完成で、完成してたらベルサイユ宮殿のサイズを上回ってたってことなんで、なんかリスペクトしてたのか何なのかちょっと分かんないですけど、まあ、うん、すごく綺麗なお城でした。ただね、こんだけお金があったらもっと違うことできるんじゃないかとも思います。あのルートヴィヒ2世は他にもあのノイシュワンシュタインとあのリンデロフ城っていうのもう2つお城持ってるんで、うん、1個くらい作んなくてもよかったんじゃないかと思いましたけど、まあ綺麗なお城ではありました。Backhead. So Eric, if you were able to copy someone else's house, who would it be? Okay, Drake. Drake for him. How you feel?